チャカレ堂さんです。暑くなってまいりました。本当に暑いです。見ていただくと分かる通り汗だくです。皆さんも熱中症には本当気をつけてください。まあ、そんな暑い中に私も少し熱弁をさせていただきたいことがあります。それはワンルームマンション投資と言われるような不動産投資を絶対にやってはいけないということですね。これ他の YouTube でもお話ししてます。私も本当にそう思います。絶対にやってはいけないよということをですね、ちょっとお話ししたいなというふうに思います。これなんでダメかっていうとですね、投資しようかなっていうふうな方の大半が、人口減少が続く地方よりも大都会で不動産投資した方がいいんじゃないかって思うわけですよね。比較的手軽に始めやすい不動産投資としてワンルームマンション投資というのがあると思うんですけれども、ワンルームマンションっていうのは基本的に一つの世帯を購入するわけですね。とてもいい場所であれば 4,500万とか、さらには1億円近くする物件もあります。それぐらいの金銭を投じてたった1世帯のマンションを購入すると、居住者がいた場合にはその方からの家賃が入るんですけど、その方が万が一もう退去しますっていう風になるとゼロになるわけですね。私がワンルームマンションの投資についてリスクが大きいなと思うのは、ゼロか100かというその部分が私は一番投資としてきついなと思います。例えば地方都市であったとしても、8世帯のワンルームアパートであったら部屋数が8室ありますから、そのうちの50% が出たとしても4世帯分の家賃は入るわけですね。つまりゼロにはなかなかならないんですよ。ところがワンルームマンションは何せ1世帯ですから、そこから退去しましたとか、そのワンルームマンションの室内で何かがあって人がお亡くなりになったとかですね、そういうことが起きていない物件で住みたいというふうなのが、確率的にはそういう心情の方が多いですから、そうするとしばらく部屋は空いてしまうということも考えられるわけですね。キャッシュで買ってる方はまだギリギリいいですよ。これを融資を受けてそのワンルームマンションを購入した場合には、その支払いというのが月々発生するわけですよね。ところがワンルームマンションを施工して販売する事業者さんはこういうわけです。家賃収入が入るから、その家賃収入から月々の返済に回せば、その貯金から貯蓄を切り崩して融資を受けて購入したローンの返済に充てる必要はないですよ、というようなことを一生懸命言うわけですね。今お話ししたことで、私はワンルームのマンションなどで不動産賃貸事業経営をするのは反対だということですね。で、次にそもそも利益が出ないということも挙げられると思います。月々のローンの支払いと入ってくる賃貸料からは様々なものが引かれます。まず購入した時に火災保険も契約をして不測の事態に備えないといけないし、不動産管理事業者の方に管理をお任せする、その場合には管理料も賃貸料の 5% が取られることになります。年間での固定資産税というものも支払う必要がありますし、場合によっては管理費や修繕積立金や、あと駐車料などもですね、まあ、賃貸条件として入居されている方からもらうというふうな契約ももちろんできますけれども、大半が早期で入居者を決めたいというふうな意思のもと、やはり周りの物件よりかは少しこう相場を下げてですね、なんとか早く決めたいということであれば、それらの月々発生する費用を自分自身で多少負担してでも入居してもらわないといけないというふうな事態に陥るかもしれませんね。数年経っていくと、その修繕積立金や管理費というものは契約時のままで20年30年でずっといくかというと、決してそんなことはなくてですね、金額が減することもあるという建前ではありますが、ほとんどが増加をします。当初例えば10万円で貸せるワンルームマンションを購入しました、月々のローンの返済は、月7万円ですと、修繕積立金が当初1万円、管理費が5000円、駐車料が1万円とすると2万5000円プラスでかかるわけですので、7万円のローン支払いと2万5000円足して9万5000円ですね。もうこの時点で入居されている方からいただいている賃貸料10万円と比べると5000円しか利益が出ないということになります。今言った表面的な数字で5000しか出てないとすると赤字になるということですね。もう大半のワンルームマンション投資がほとんどこう利益が出ない、もしくは持ち出しをしているケースがほとんどだと思います。で、3つ目ですね、やはり投資ですから、25年後30年後にそのワンルームマンションが自分のものになったとしても、当然もっともっと新しい物件も増えてますし、またそのロケーションというものが30年後も良いロケーションであるとは限りませんよね。変わらずそのロケーションが抜群で、周りに立っているマンションよりも最新鋭の設備であるということはちょっと考えにくいですから、資産価値は下がるわけですね。そうするとその資産価値が下がるスピードが、もしかするとご自身が購入してローンを返済していくという年限よりも、もっともっと短い時間でグーンとこう下がっていってしまうかもしれません。自分自身が怪我をしてもう働くことができなくなってしまった、自分が持っているその資産も換金してですね、自分自身の生活に当てていくというふうな必要に迫られるかもしれません。
もしれません。その時にちょっとこのワンルームマンション売却したいんですけどと、でその時の相場を聞いたら、例えばそれが4000万で買ったマンションとして15年経って売却したい、ローンの返済の残債務額がまだ2000万残ってますというふうな状況であっても、まあ、築年もだいぶ20年も経ってますので、まあ、せいぜい1500万ぐらいですかねというふうな査定をされてしまった時にマイナス500万なわけですね。つまりプラスアルファで500万、自分が持っている資産の中から現金を500万拠出して抵当権をこう抹消しないとその売却すら叶わないというふうな事態になりかねないです。またその確率が非常に高いのがこのワンルームマンションだなと私は思ってます。ですからワンルームマンションの価値が下がったら、もうそもそも投資として売却した時の利益を最後に確保してその投資を終えるということすらできなくなってしまう。これは非常に怖いです。で、万が一ワンルームマンションを買ってしまった場合には即売却してください。多少目減りはするかもしれませんが、10年20年30年ともう長期7年にわたって自分自身のこう進路ストレスを考えたならば、多少損をしたとしてもなるべく早く価値が下がる前に売却をして損するかもしれませんが、まあ、それでいい勉強だったと諦めて、まあ、次の不動産賃貸事業経営に向かわれるのがよろしいかなと思います。ということで本日の内容としては以上です。とにかくワンルームマンションは買ってはいけないです。これは他の不動産賃貸事業経営でも一世帯のものは買っちゃダメだってことですね。もうゼロか100になりますので、もういろんなリスクが大きすぎます。ということで、また本日の内容についても、まあ、様々私もサポートできますし、いろいろとお問い合わせいただいて、まあ、問い合わせいただければお答えしますので、また今後も有益な情報を配信します。チャンネル登録グッドボタンいたします。では本日もご視聴いただいてありがとうございます。